守りをするかとか、その辺りですね。まず曖昧な位置を取った一味から抜け出したスピードがあります。松尾北から J1 初ゴール。呼吸をつける皆川、外を見て松尾が飛び込んで、松尾が打つ。自分で行ってもいいですね。さあ厚みを持たない小橋、さあ飛びた、抜いた、中に入った、しのぎ抜いた。出てきました。胸で落としてそこに松尾。とりあえずはレアンドロドリゲスが持ってると一人パスが来ました。セリカ、さあ来ました、松尾のシュートだ。まだ柏木は外、したがって柏木のポジションは杉本が埋めたの。抜け出したチャンス、レアンドロドリゲスからまた松尾だ。中央へのボール跳ね返されますが、松尾ここから中に入っていく、勝手にして右足シュート。